こに座ろう。待って、美味しそう。ね、また美味しそうなのが。あ、間違ってた。さき様のついたところに合わせて。え、そうだね。そうだね。え、さき様に合わせて。一人ゲーム。一人ゲーム。全部ある、ね。確かに。いつもの感じだと。あ、何これ。サンゴレチーズムース。こうなる。あ、こうじゃない？うん、先生どこに座りますか？でも大丈夫。先生どこでいい？いつも通りです。先生そこでいい？はい。通り。あ、はいはいはい。大事さーん！フルーツの盛り合わせだ。うわ、これ好き、これ。ヌテラ。何それ？つける。ヌテラが。何やか変な。大丈夫したの？ちょっと。はい、クイーンズカーニバル。違う、間違えました。クイーンズカーニバルって何がありました？何のライブそれ？はい。何でしたっけ？クイーンズメモリーある。違う。ありますね。クイーンズメッセージ。メッセージです。そうだ。ちょっとフルーツ食べな、食べな、食べな。え、何これ美味しそう。シャインマスカット食べなよ。食べていいよ、好きなんでしょ。いい、食べて。1個あるから。食べない。うん、子犬、かわいいね。食べていいから。さきちゃんも食べていいんだよ。さきちゃんも食べていいよ。まあイメージカラーだから。うまい。アペン来ました。アペンって欲しいことだ。ペンペン、じゃあ一応もらおうかな。ありがとうございます。私もいただきます。さきちゃん、ありがとう。はい、というわけで、はいはい。あれか、過去のセトリがあるのか、ここに。これそうか。うん、うわ、しゃいますか。あ、アルバム曲ってことか。クイーンズメッセのセトリ決め、だいたい10、20曲くらいかな。違うか、いつも20。パチパチは少ない、14曲だ、配信だったから。配信だったからか。で、普段だといつもやったやつを思い乗っとる。なんか七福がある。20くらい。七福が20か。うん、カーニバルってどのくらいだったんだっけ。カーニバル短かったから、ツアーだとやっぱちょっとグッとね、グッとしてたから。カーニバルはアンチュール入れて20かだね。七福はカーニバルはね、16だね。うん、うん、そうか。一回20ぐらいで考えてみようかね。そうか、多めに出すとか。バランス見て。そうやね、尺とかね。うん、そ、演出とかもあるしね。ここで、うん、20、多くて20くらいでいいんじゃない。17から20くらいじゃない、分からんけど。うん、なんか最近あんまりアンコールの形気にしてないよね。なんか、なんかさ、みゆたんが言ってた椅子のうんぬんはめっちゃ可愛いと思った。椅子、椅子言ってたよね。なんだっけ、私、何のインタビューか、ね、言ってた言ってたよ、うん、私なんか言った、言ってたよね。玉座みたいなやつでしょ。クイーンの玉座ね。うん、イモリンのライブは1曲目、うん、貝殻がパカって開いて、可愛い、可愛い、貝殻の中に座ってて、イン一番ぐらいまで座ったまま踊って、二番から降りてきて。そっか、そっか。でもその椅子の下りがあるっていうのはいいと思う。あれいいと思う。うん、椅子。かわいい、あれ。椅子、座って歌うやつ。どこまでお金かけて演出できるんやろ。そうなんですよ。こうやってさ、ポップアップでこうやって出てくるのもそもそもできるかわからんよね。クイーンっぽい曲？でもワンキスとかはやりたかったけど。ワンキスとかはうちも入れた。うん、大人っぽいから、ツアいいと思う。ね、うん、ツアーでしかやってない。女性感って思って選ぶと、でもツアー入ってるとエンドレスノートの女性感。うわ、エンドレス感。ひとまず出してってさ、うん、多かったら省いていくとかかな、ね。個人的にね、はい。可愛い系でしょ、ゆるゆるとか。ああ、ゆるゆる。クイーンに対するイメージが可愛いじゃないかも、意外と。まあ、なるほどね。うん、でもクイーンのだなんか、さ、優雅っぽい、うん。でも大人っぽいだけで絞る言った。いや、そんなことないけど。でも確かに大人っぽいのイメージだったけど、楽曲的になんかまだね、あんまりそうないじゃん。確かに。だからなんかピンクっぽい曲で選んだ。そうだね。ピンクっぽい曲。かわいい。ピンクね。女。そうそうそう。女性。うん、女性であり、女の子でありみたいな。そうね。アメ恋とかかわいい。アメ恋。最近やってない。やってない。私服。あれ？あれ、七福丸は2年前か。でもやってるわ。エンドレスノーツとか紙っぽいよね。うん、ああそう。エンドレスノーツ合うと思うんだよね。合うと思う。エンドレスノーツとワンダーやってあげた方がいいと思う。やってないね。そうだね。そうだね。ワンダー。やってないね。今何曲出した？さきちゃんが書いてくれてる。私合ってるかな。ワンキスエンドレスノーツ、ワンダー、サマーデュー、ファイブスタチアップ。これでもう6？うん。1、2、3、4。ここの中で表題曲はワンダーとエンドレスノーツとサマーデューと、バランスはいいと思うけど。で、あとまあ結局プリの曲もやった方がいい。ブライトファンタジーとか、あーなんか今見て思った、うん、神々しいから、神々しい感じあるよね、ブラファンって。ありだと思います、ブラファン。まあでもやっぱアルマジとかも結局アルマジはね、入れた方がいいと思うんだよな。散々歌ったけど、やっぱりこれっていう。
だってこれ聞きたかったってライブ行った時にさ、うんうん、アイリスだったらやっぱアラマジキ聞きたかったってなると思うんだよな。ラブソースイート聞きたいもんね。うん、嵐さんいたらそうよ、うんうん、ウルトラソウル聞きたいもん。聞きたいもんね。ウルトラソウルそうよ。ウルトラソウル聞きたいじゃん。回収できました回収したってなるからやっぱアルマジでよ、うん、アルマジは入れた方がいいな、まあ、クイーンは強いから強い曲も入れないと。そうでしょ。そうでしょ。確かに強くて美しくて可愛いんだよ、うんうんうん、でもそういうイメージだよね、うん、アイリスの転換期から可愛いのも入れつつちょっと綺麗なのも入れつつ。今何曲1、2、3、4、5、6、7、8。あれ抜けてないよ。8曲8曲あってるよ。OK。 表題が表題ヒラインしてく4、そうね、エンドレス4、ファンタジアムだもんね、うんうん、間違いなくスクイーン。サマリューは途中だよね。最初でも最後でも絶対一発目にも来ないよ。一発目じゃないね。そうだね。もう秋なのにね。いやー、面白いと思う。意外とサマと入れどころむずいね。むずい。夏だからな、うん、どう始まるかね。まあ、あと合いそうな曲を上げて、うん、絞っていくか。そうね、8曲だからまだまだ半分くらい。あと1曲ぐらいさ、前回のフィーバーをちょっとチャイナアレンジしたみたいな、うん、そうね、クイーンアレンジってなんやろね。フィーバーをチャイナ、ありえんほどフィーバーをさ、なんかありえんほどフィーバーやりたい。テケテンテケテンみたいな。確かに。それライブトゥライブじゃない。そうだ、ライブトゥライブだ。ライブトゥじゃない。 あれはライブトゥライブ。クイーン仕様にする。でもさ、クイーン持ってるイメージだけどね。確かにでっかいなんか。え、センス？ジュリアナになっちゃう。ジュリアナになっちゃう。マリー・アントワネット的なかな。おなんやろか、なんか。声が出さないならジャンプすればいいじゃない。みんな飛んじゃうよ、そしたら。ジャンプしちゃうよ。すごい、大きめの持ってるイメージだけどね。なんか言おうとした。マリーンね、好きだけど、よく歌ってんだよね。でもいい曲ね。あれハピニューみたいな扱いだから、カップリングなのに。ハピニュー、そうね。一人歩きして。そういえばハピニューがいいよね。好きだよ。いい歌だもん。私鉄腕ガール歌いたい。私は大好きだよ。鉄腕ガール好きね、うん、好きよ。くー、7周年、ね、結構バンド系のノリだから、うん、まあ合うとは思うけど、うん、強めなクイーン、まあ、うん、確定じゃないにしも全然、うん、まあ入れと、とりあえずだとガーデン合いそうね。ちょっと思ったんだよね。タリンドや。あと普通にラブリータイムも合いそう。あーいいね、ラブリータイム。そうね、急に言った。ラズベリーナイトも合いそうやな。あー、バラード系、うん、もうシークレットガーデン入れるよ。そうだよね、今一人、うん、じゃあ流星歌いますか。流星歌うか。流星、あ、じゃあシークレットガーデンの人。どっちも出る、どっちも出る。ばらけるようにすればいいんじゃない。分からんけど、他メンバーが前後にばらけるようにしてもいいけどね。最近全員が入ったりしても最近ユニットやってなかったよ、ね、うん、面白いとは思う。そうだよね、確かに。もうそれやっちゃえば何でもありになるよ。そうだよ、今後も、うん、ね、とりあえず出しとく曲も。出すだけ書いとくか。出すだけ書いとく。で、なんか後で振り分ければいいから。でも全体で20曲いかなくてもそういうメドレーみたいなのやってあげても。ゆきちゃんのユニットがない。流星、私流星、流星、流星、何歌いたい。あ、じゃあもうやっぱりマイブライト。マイブライトでも違うよな。マイブライトなんかでも一人マイブライトクイーンではないんだよね。そう、なんかカップリングさないかな。カップリングばっか書いてきたよ。良さそう。イノイベって書いてる。あー、イノイベ。おー、みんな好きだよ。あー、かわいい。いいんじゃない。かわいいの心にどどけ。ドル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 。ツアー以外歌ってないもんね。カラーは歌っとくべきなのかな。結成なので、まあでね、結成じゃないです、嘘つきましたね。デビュー待って当日だもん。あれマジか。ファンタスティックのカップリングってなんだ。ファンタスティックはあれだ、センキューフォーエバーだ。あ、センキューフォーエバー。ああ、そうか。マシマー。ああ。好きだよ、あの曲。あれ、うん、あれ歌うさきちゃん泣いてるの可愛い。そっか、泣いてる。16曲ですね、今。まあ、とりあえず、わーって出してるけど。まあ、まだあったら全然まだ出る分にはいっぱい出ていく。出る分にはね、ちょっと変わるかしら。絶対真夏の花火のやつとか絶対忘れられてるやん。だってライブでも1回しか歌ってないからね。リコール、鏡のラビリンス、真夏の花火、シャイニングスター、リコール、デイリーベリー、ハートクラッシュ、おー、グロインデイズ、ワンダフルパレット、フィールイット、フィールイット、あ、でも、フィールイット、パズル、フィールイット、ありちゃり、なんだっけ、ちょっと、サクを下ろす、あれ、グレイ、
リアライズ未来の名前ワクドキしたい。なんかその辺の、ね、まあ、強そうな曲1個ぐらいあってもいいけどね。なんか